田中将大から一挙に7点を取り、6点リードと圧勝ムードだったところから1点、まさかの逆転サヨナラ負けを喫してしまった日本ハムファイターズ。さらに怪我人も続出するなど絶望が深い事態にファンから様々な声が寄せられました。おいおいおい、嘘だろ。いや、もう暗黒とかそんな次元にもいないんだなって。正直昔の横浜とか初年度楽天見てる時ぐらいの絶望あるよな。ただでさえ戦力薄い上に怪我人続出したらそら勝てんわ。 1.5 軍が完全に2軍レベルにまで落ちてる。新庄初めての挫折じゃねえかこれ。正直このタイミングでのエスコン移転って逆効果だったよな。空席も目立つし、結局移動手段もないし。去年から弱かったんだからエスコン関係ねえわ。 WBC で忘れられてるけど栗山の負の遺産が招いた結果だろ。まあ栗山政権でぬるま湯に浸かりすぎたチームの末路だよな。お前が必要中田翔。ぶっちゃけトレードなかったとしても FA で出てった気するは中田。いや、翔さんは追い出されない限りハムにいただろ。あの事件なかったら小山の対象を続けてただろ。あの当時から不審で2軍にいたんですが、それはでも今のハムに必要なのって打てる長距離砲なんだよな。違うぞ、全部だぞ。マジレスは NG。 田中 KO した時は勝てると思って目を離したんだ。でも結果を見て驚いたよ。こっちの田中も KO されてたんだから。でも中田は置いといて今のハムにはチームをまとめるベテランがいないのはだいぶやばいよな。7点あって負けるならもう再開以外ないじゃん。さすがに新庄のメンタル心配なるわ。こんなはずじゃなかったんやろな。監督以前の問題だわこのチーム。エンゼルスではよく見る光景なんだから悲観する必要もないだろ。このチームには大谷もトラウトもいないんだぞ。エンゼルスは大谷トラウトいてもあれなんだぞ。せめて100敗だけは防止してくれよ。今日の試合で絶望したファンが多数いましたが、それでもチームが少しでも浮上できるように応援し続けていきたいですね。